こんにちは、フィジックスラボ2021アクティブマター班です。この動画では班の名前の由来となったアクティブマターについてお話しします。アクティブマター物理学とは、自国動粒子を扱う物理学です。自国動粒子とは、自分で速度を変えられるもののことで、例えば魚、微生物、自動車、分子モーターなど数多くのものが挙げられます。特に構成要素の数が非常に多いときには、マイワシのトルネード、鳥の群れ、渋滞といった自国動粒子の集団特有の運動が発生して、興味深いマクロな現象が数多く見られることが知られています。これらの集団運動は非平衡統計力学で説明されます。アクティブマター物理学の特徴としては、次のことが挙げられます。まず、新しい領域であることです。先駆者であるヴィチェックが論文を発表したのは1995年のことです。実験、理論ともに現在も盛んに研究が行われています。現代の物理学で最も活発な分野の一つがアクティブマター物理学だと言っても良いでしょう。次が、身近な例が多いことです。量子力学や相対論は生活の中でなかなか意識することはありません。一方で、自国動粒子は身の回りにあふれています。例えば、私たち自身、人間も自国動粒子だといえ、アクティブマター物理学の対象となります。最後が、あらゆる分野の知識を駆使する領域であることです。自国動粒子となるものすべてが研究対象であるため、具体的に扱うものは様々です。また、災害避難時の人の行動モデルや飛び交うドローンの制御に将来的に役立つのではないかと期待されています。それでは、アクティブマターの現象を物理学で捉えるにはどのようにすればよいのでしょうか。ここでは、マイワシが群れをなして竜巻のように回転している現象を考えます。物理学で実際の現象を扱うには、2つのステップを踏みます。まずは、現象を抽象化して物理モデルにします。これによって、さまざまな現象を一度にまとめて簡単な形で考えられ、共通した枠組みの発見にもつながります。今回の場合は、それぞれのマイワシを自国動粒子として見ること、そしてそれぞれのマイワシの動きは近接相互作用、つまり近くのマイワシとの関係によって決まるとすること、この2つに対応します。次に、数式に落とし込んで数式モデルにします。物理モデルでは大まかな性質の議論しかできません。しかし、数式モデルでは具体的に計算をすることで、より深く議論をすることが可能になります。今回の場合は、自国動粒子の運動のルールを数式で定めたヴィチェックモデルがこれに相当します。最後に、ヴィチェックモデルとそのシミュレーション結果についてお話しします。まずは、ヴィチェックモデルでの動きのルールです。常に同じ速さで動き回る矢印の集まりを考えます。それぞれの矢印は、自分を中心とした一定半径の内側にいる矢印の平均に向きを揃えようとします。ただし、平均の向きに完全に揃えることはできず、ある程度の揺らぎ、つまりノイズを持ちます。このノイズが小さい時には、向きの揃った塊ができた秩序のある層に、ノイズが大きい時には、向きも位置もバラバラな無秩序層になります。これらの2つの層、秩序層と無秩序層の間の移り変わりは、水が水蒸気になるように急激に起こり、移り変わる途中ではヴィチェックウェーブという粒子の波が見られます。他にも、
巨大な粒子数揺らぎや異常拡散といった興味深い現象がウィチェックモデルでは確認・導出されています。これでこの動画を終わりにします。アクティブマターについてもっと知りたいという方はぜひ解説記事や PDF をご覧ください。ご視聴ありがとうございました。